さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回もドラゴンボールザ・ブレイカーズやっていきたいと思います。シーズン6開幕してですね、ランチ、青髪と金髪を使ったんですけども、今回はレーダーの、ベビーをね、使っていこうかなというふうに思います。ベビーはあれですね、ドラゴンボール GT のキャラクターなんですけども、まあ、こうやって見るの久しぶりだな、マジで。かつてサイヤ人に滅ぼされたツフル人によって作られたマシンミュータント、生物の細胞に寄生し、家主の力や意識を支配する能力を持ち、自身がそこから抜け出した後も支配し続けることが、ことができる。書いてあるね。ベビーが、ベジータがベビーに寄生され、支配されてしまった姿。髪色が白く変化している。ベジータベビーがサイヤパワーを集めてスーパーベビーへと進化した後、さらに卵を産みつけていた地球人からサイヤ人への恨みのパワーを吸収することで、スーパーベビー2となった姿。もう復讐心がえぐいんだよね。復讐の心に取り憑かれた者は、ここまで強くなるのか、みたいなね。ベビーに従うブルマにより大量のブルーツ波を浴びせられ、大猿化した姿、サイヤ人であるベジータの肉体を支配していたため、大猿への変身が可能だった。ということで。イケメン猿な、イケメン猿。はい、ということで、このね、ベビーを使っていきましょう。あのね、優生権がね、なんか、こいつを買うことによって、10になるんですよね。11か10か。なって。だからまあ、一発いけるんじゃないかなと思うし、まあ多分、一回しかまあ、動画的には回せないかなと思うんで、まあ全部を試せるかはわかんないんですが、まあどんなもんかね、ちょっと見ていこうかなと。で、ベビーに関しては、なんか裏でちょっとやってた時に、一回だけマッチングして、結構なんか使ってないんだよね、みんな。思ってるほど。なんなんだやろうな。まあ、一週間ぐらい経ってね、ちょっと対策されすぎてるのか。まあ、やっぱ、その、有料だからね、変えてない人もいんのかなっていう感じもあんのかな。まあ、とにかくやっていきましょう。さあ、ということで、我らが故郷、ハイランドリバーということでやっていきましょう。無事にね、レーダー、慣れました。いや、もう民間人の声やな。ランク的には低かったけど、もうレーダーやんのっていつぶりかわからんぐらいだから、人間に寄生してフルーツ、うんたらかんたらかんたら、うんちゃらかんちゃら。このさ、下のこれって何？あ、これで規制か。早っ。これはすごいな。これは何？あ、入り替えができると。え？あ。あ、何？よくわかんねえな。これさ、この時物拾えんの？拾えないか。あ、移動できんのか。ここに移動して。あれは助けられんのかな？全然移動できてないじゃん。あ。なるほどね。あ、こいつ。あ、こいつも規制できると。なるほど、なるほど。あ、で、ここに置いて。でも開いてるからさ。これ、バレるんじゃねえの？すげえ、なんか民間人動かせるってのは、でも普通に面白いよな。ここは、開けられてるわけじゃないのか。ここにいるか。ここにいてみる。どうして。ああ！誰かーっていうやつね。いや、どうしよう。このままじゃ、何もないよな。これ置いてきたやつか。あ、普通に破壊できる。すげえ、人間の拳でこれ破壊できんだ。しかも破壊しやすいしな。なるほどね。なんか面白いよね。
これバレてる。あそこに人置くのあんま良くないか。足跡とかでバレるんだよな。よくな。D はつけられてもうた。いやー。誰か助けて、あ、お前も、仲間になれ。これで変身できんのかな？ようやっとやな。これで、ベジータになる。で、この状態からやな、本来の力はな。突撃みたいなやつあんのか。何をや？よし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 。ウェイ。あ、しもべにするってあるの。あ、しもべにしていく。ちょっと待って。ウーロンしもべってめっちゃか、可愛くないか。いいね、いいね。あの赤いのは人やもんな。あれは俺のあれってこと？助けられることもある。ターゲッティングされてんな。おら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 。俺はベジータというか。シュン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 。これ突撃？おら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 。元気玉。オッケー。あ、ドラゴンボール持ってんだ。別に偶然だけどね。じゃあ帰省しましょうか。これでなんかスキルが一部使えなくなるみたいな。ドラゴンボール奪ったから。しもべっつってもさ、あれだよな。あれ、ウーロンなんか変身してなかった？こんな声だっけ、ベジータじゃなくてベビーって。ちょっとなんかこう、高いよね。すごいすごいすごい。ああ、そうか。別にあれか。ウーロンが周りにいるわけじゃないのか。なんかね、俺スパーキングだと、なんかこの携帯、さっきの携帯なんか分かれて、これベビー使えるよね。ちゃんと変身できるっていう。しもべ置いとくか。アロ民間人はさ、どういう効果があんの？衝撃波はあるやろ。そういえば。え？どういうこと？いきなり下に行ったけど。人が、あそこ赤いので密集してんな。はぁ？あ、当たった。当たったぞ。上からの。わ、気持ちいいな、これ。気持ちいい、気持ちいい。あ、そっちに配置してたからな、俺。たまたまやけど、それ。たまたまの配置やけど。上から行こうか。変ゲーって言ってたな。おらははは！こうやって助けられたやつじゃないの。で、しもべにしちゃう。これなんかもう、マジでイージーウィンすんぞ。今日は君の新しい誕生日。イージーウィンすんぞ。相手がね、なんか初心者っぽかったんだよね。大体。まあ、久しぶりのあれだし、それは嬉しいんやけど。ドラゴンボールもあるし。みんな死んでいく。みんな死んでいく。苦戦していく。ドラゴンボール。で？
こいつラストか。あ、しもべにする。あ、これで終わりか。あ、サバイバー残り4人だ。ははは、ちゃんと順調よく来れた。ブルマ、ババアの姿が。ってことはこれも追加されんのかな、サバイバースキンで。なんかブルマ、やっぱり、たくさんいるイメージやんな。しもべ読めんの、この状態で。すごくない？そういえば俺、エリア破壊するとかいう、なんか、ね、もう全然やってなかったけど。忘れてたな。エリア破壊。エリア破壊。サバイバー残り2人。ああ、そこに来る場合もあるか。ん？しもべ2人ぐらいいるよな。あ、呼ばれてるな。ここ死角だもんね、だいぶ。あ、1人脱出したな。見えなかったね。こうやってしもべ配置できんの強くない？ BGM なかったっけこのゲーム。あ、このゲーム BGM ってなかったっけ。お。あれ終わった？あれ終わった？あっけなく終わったけど。まあでも、オーザルになれたらよかったんじゃんか。でもあれだよね、サイヤ人に復讐するのはいいけどさ、でも何、憎き大猿の姿になってるわけじゃん、でもヤリック4。お前その随代でそのポーズすんなや。ベジータでもさ、大猿でこのギャリック4みたいなポーズするっけ。はい、ということでスキルポイントベビーね。いや、なんかね、正直一番最初の形態が一番楽しいまであるよ、これな。あの形態、普通に楽しかったな。はい。ということで、まあ今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。まあ全部は使えなかったね、さすがにね。なんかもう、その、エリア破壊のあれとかも、まあ全然できなかったし、てかもう、すっかり忘れてたし、エリア破壊っていう、その概念をね。はい、ということで、まあ今後もね、使っていけたらなっていう感じしますね。はい、ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。